柳原忠男は20世紀初頭の日本の法学者であり、彼の寄与と業績は多岐にわたります。1893年福岡県に生まれる。東京帝国大学法学部を卒業、社会法学の立場から多くの法的課題に取り組む。日本の労働法制度の形成に貢献。貧困、失業、労働者の権利など当時の社会問題を積極的に研究。1933年思想犯として検挙されるが、後に無罪となる。東京帝国大学の教授として後進の育成に努める。戦後は日本の民主主義復興に尽力。日本学士院会員、文化功労者など数々の公的な役職を歴任。多数の著作を残し学問の普及に努める。1961年に逝去。チャンネル登録、高評価お願いします。